住吉通停留場は、高知県南国市篠原にある土佐電、交通5面線の路面電車停留場。住吉通停留場の開業は1911年。5面線の大津停留場から5面中町通り、停留場までの区間が開通したのと同日に開業した。住吉通停留場は、5面線の専用軌道区間にあり、軌道は道路から独立している。ホームは2面あり、東西方向に伸びる2本の線路を挟み込むように配されているが、互いのホーム位置は東西方向に離れている。東にあるのが、播磨や橋方面域のホーム、西にあるのが、五面町方面域のホーム。北を並走する国道195号に右折レーンを設けるため、1994年には軌道が上下線とも南に2メートル移設されている。五面町方に渡り線があり、折り返し運転が可能。かつては、当停留場で折り返し鏡川橋行きとなる便が、平日朝に1本のみ運行されていた。住吉通バス停留所があり、以下の路線が乗り入れる。ABC、土佐電鉄が走る町今昔92ページ AB、土佐電鉄が走る町今昔 100.156 から158ページ、今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳11中国四国、新潮社、2009年、61ページ。ISBN 978から4から10から79万29から6。AB、路面電車は行く高知新聞社、1998年、82ページ。ISBN4 から87503268-4。上野博人。土佐電交通、再出発、便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 ABC 川島慶三、四国、九州ライン全線、全駅、全廃線第2巻四国西部エリア、講談社、図説、日本の鉄道、2013年、34.90 ページ。ISBN 978から4から06から295161から6。ありがとうございます。